iPhone しか持ってなかったから画画画画面面録録だと音声が流せたんでですよ、はい、<laughs> それをやって例えば学校だったり担任の先生だったりあまりにもガチャすぎるじゃないですかそこでその子の人生がどういくかが本当に変わっちゃうからうん、うん、やばいやつ。 犯人にすんなっていうおばあちゃんと中学校の時とかも一緒にカラオケ行ってていろいろバックボーン語っっててから歌ってくれるんですよ <laughs> すごいおばあちゃんやなお尻振ってるだけが女性の美しさでもないし、うん、私なりにの「け稽」とかの、うん、それを歌ってるんですけどやり始めたのは18ぐらいの時に好きな人ができて10代の時大麻を育ててたから。

トークがトーク系怖すぎる怖いそうですか全然全然もうゆっくりあらかいつも通りまあね会ったばっかりなんであれかもしれないですけど友達とお話しするみたいな感覚のノリで全然やっていただければなとはいお願いしますお願いしますということでシャルルさんはあれかなみんな今回自分もラップスター見させてもらってその経緯でいえいえもちろん呼ばせてだいたんですけど どうでしたラップスターは今こ今までも結構応募したことあるんですかいやないかななんかい大昔あるかな、はい、なんかこれやってみなみたいな,なんかもうんか、はい、でも落ちるからなんか <laughs> みたいななんか見た目をなんか可愛くしてなんか映んなみたいななんか言われてなんか応募できたかどうかもわからないみたいななんかそのアップロード。 でもなんかちょっと嫌でそれあげんのが<ー>多分私嘘ついてアップしましたって言ってアップしてないかもしれないそのなんか動画が嫌すぎて応募したくなくてしたって嘘ついてしてないかもしれない <laughs> でも思えてないな記憶にでも多分だからまあないかな今回が初めてですかねその<ー>本当に自分でえやばーと思って応募しようって思ったんですよね、うん、なんでですか なんかじ人生っていうかもうなんか積んでって積みすぎててはいはい、はい、えっていうことですか <laughs> 深掘りしいですかえもうな何だろうえなんかその1月だったのかなエントリーが、はいうん、2>, 2月かな1月とかあじゃあ121月12月1月そう1月で 1>、はい、もうなんかフューチャリングアーティストの人とかもなんか そのやりたい人ともできないしはい、はい、お金もないし、うん、なんか子供たちもこうやっぱあその時インフルだったのかなとかで、うん、ずっとなんか年末年始もインフルでらら外出れなくてカウントダウンでとかもうなんかもう結構なんかもう全部うわーみたいな時、はい、に「アップスター応募」みたいになって「はい出る!」みたいになって。<laughs> でも結構ちょっと反対もされたりしたんですけど<え>なんか周りの人にんかいや年齢とか関係ないやろねなんかそれうなんかそうね、うん、そうもう今はね、はい、もうそう言えるけど、うん、やっぱね年齢とか<ー>なんかえ落ちたらなんか,かませなかったら周りの人っていうかねそうそう落ちたらうん ださいからやめときなみたいな<ー>。と言われた。はいはい。それではその反対押し切って。<laughs> 言われた。そう, <laughs> そ,うそう。反対、ね、押し切って。押し切って。うんうん、なんかそうですね。うん、なそう押し切って出ました。うん、もういい曲かどうかとかもわかんないけども、はい、送ろうみたいな。えー もう知らねえみたいな感じで結構どうかなわかんないけどもう知らねえ送ろうみたいな<ー>でもほんとギリギリに曲もできて応募動画もあれもその応募する日、うん、応募締め切り日みたいなうん、うん、あったっすねで締め切り日にもうあと何時間みたいな時に撮って、はい、自分でええー ギリギリの応募のえでもあれだったですよね応募動画めっちゃ凝ってませんでしたなんか iPhone のカメラのなんかスタイルだったりとかあ,あれは凝ってるんじゃなくてなんかその iPhone しか持ってなかったから、はい、そ iPhone で音を出しながら、はい、リップシンクしなきゃいけないじゃないですかそうですねでそのビデオ、うん 撮りなながら音声を流せそれ画面録画だと音声が流せたんですよ。そうういことそれを画面録画でやってもうなんか分かんないけどもうこれしかこれなら音流れるしみたいなんか疎すぎて SNS とかその機械に。疎すぎてもうこれでじゃあ撮れるじゃんと思ってんか撮って。 えでもなんかとこのアップロードされたりするとなんか左下の方にこうなんかその前の,その動画出てきちゃうからなんかスタンプで隠して「はい、えこれ違反とかしてないかな?」みたいな <laughs> そのラップスターの「応募のなんか規約これで落ちることある」みたいな「わかんねえ」とか思っても「んか,わかんないけど応募してしかもなんかそれをいれ応募しようと思ったらファイルがでかすぎて。なんか その小さくしてくださいって言われて、えー、えもう時間なと思って、はい、なんかあのめっちゃちっちゃくするソフト無料のソフトみたいなので<ー>ギュッて小さくしたら質問質問めっちゃ悪くなって <laughs> あなんかやばみたい,もうわかんない「わかんない,いなわかんない」みたいな「な <laughs> んもわかんないみたいな「<laughs> わかんないけど応募しできたわ」みたいな「完了ってきたからできてる」みたいな「したよ」みたいな <laughs> <laughs> やばすぎる,やばる。<laughs> いやでもそうなんだそれ結構おもろいな裏側そういう感じだったですねそうです何かみんな普通にさ iPhone 撮ってスピーカーとかあったからだからみんなこう撮ったりとかさあの編集ソフトとかでさ撮ったやつ合わせたりとかさ人によってはもうちゃんとカメラマンついてる人もいて MV みたいな MV みたいな人もいてみたいなでもんかあれは d i y でやるにしてはやっぱんか凝ってるように見えたですねやっぱ周りと違ったからめっちゃ目立ったしあえてやったのかと思ったですねギャル感がめっちゃ出てたからええ本当ですか 全然いやもう <laughs> ガチ分かんなすぎるからもうなんか <laughs> 画面録画クが、はい、それしか分からんみあそういうことだったんだえー、おもろいっすねなんか不安になりましたけど、うん、なんか「えあれわざとかと思った」みたいな結構言われるからはい,いやそうですよね<う>俺も絶対わざと,と、ね、えわざとであれするみたいな思ったけど <laughs> なんか。 んかまあいいやうわいいやってなんでもか歌詞とかも結構めっちゃいいと思うですねなんかまあ応募動画もそうですしサイファーもそうですけどめっちゃよかったちょっとそこの一つずつちょっと聞いてっていいですかはいギリギリの毎日ガリガリのキャリアボロボロのストッキングどれもありがたいペインはいここは今の実情って感じですかねそうですね今今こうだぜみたいな感じギリギリなんですか ギリギリすぎる。ギリギリすぎる。ギリギリすぎます。なんかまあお金もそうだけどそれ以外でもすべて精神的とかなんかまあ全部え何がなんかお金なんかその全部すぎてだからギリギリの毎日って書いたんですあえ逆になんか金がない。 はいはい、何々とかじゃなくてなんかもう全部がギリギリ本当にみたいな,ん,なんか靴下そ,のそれこそえ洗濯してあるやつあ探しあこれされてるとか <laughs> あじゃ家出るあもう間に合わないけどなんか乗り継ぎの電車でなんかギリ間に合ったとかはい、はい、なんか全て全部。 書類とか学校の書類とか全てかなみたいなお金もそう支払いもそうんか全部ギリギリ全部みたいなまあギリギリっていうかギリ生きてますみたいなギリ生きてるっていうことでガリガリのキャリア結構長いんですかキャリアとしては長い長いですねどんくらいなのか今でも1819ぐらいからまあサイファーとか行き始めてうん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  だから一応10年ぐらいやってんだと思ったら <laughs> ガリガリのキャリアすぎるだろうと思って <laughs> いやいやいやリアみんなはねもうなんかこう寄り道しすぎたし私も <laughs> なんかやっぱりすぐ売れるし、うん、てる人もやっぱ最近は多くじゃないですかそういった意味で言ったら、うん、かなりこう10年で。 もうなんか結構恥ずかしいことなんかその10年であ売れてないっていうことが、うん、なんか年齢気にしないっていうかその、まあ、人間としては気にしないけど、うん、大きな意味で見たらやっぱアーティストとしてだったら、はい、なんかそのあ何年間やってきて売れてなかったっていうことはやっぱ本人的には、うん、なんかこうね よく,よくないことっていうかうん、うん、やっぱりなんかそういうフィードバックがいいフィードバックじゃ数字に表れたりとかかそういうことで「あいけるぜ」みたいなとか気持ちがこう上がっていくけどかそれがこうなんかないとよく続けてきたなっていうだから諦める気は本当にない諦めるっていうかねもうね ね、あれなんですけど、うん、みたいなだからもうガリガリのキャリアごめんなさい、はい、<laughs> どこまででも喋るっちゃうから <laughs> いや全然全然いいっすよいや喋ってくれた方が俺はありがたいんでそうかそうか、はい、えリリースとかでもあれですよねそんな長くやってないんですよねなんかミュージック業とかもそんなに数出てないじゃないですかそうです、ね、リリースとかもう結構早い段階か始めたんですかですですリリースは あでも2020年くらいが一番なんかやり始めたっていうかうん、うん、でも子供生まれてから、うん、あそうなんですよねそれがちゃんとリリースし始めたみたいなそれまでは本当にもう道でフリースタイルをやってる、うん、だけってかなんか <laughs>、えー、サイファーでってことですかでも自分で一人でマイク持ってって,ってことですかサイファーであーでもそのお客さんに向けてマイク持ってみたいな、はい、まあそれで。 ステージ出たりとか、バトルもそうだし、すり減る一方で、こう、キャッチできないみたいな期間でした。なるほどね。でも、こうやってね、ここまで来て、ギリギリからライズアップ。はい。ということで、カツカツの毎日。はい。手を振る、バッドデイドリーム、ステージでノリノリ。はい。ここはそうですね。そっから、ギリギリからライズアップするぜ。はいはい。っていう。 まあ、未来というか今からやでーみたいなうん、うん、感じと,でえっとカツカツの毎日手を振るばっているカツカツの毎日あ手を振っているしもうバイバイみたい今までの悪いの <laughs> バイバイはい、はい、してステージで。 ノリノリになるぜみたいなそのままになる <laughs> 私が結構そのままのねのまま今の現状を書いてでもこっから俺私は上がってきましたっていうこういう心の表れってことかな、うん、なるほどですね次は増える悩み見たくない鏡、はい、でもこれは多分さっきの年齢もそうだけど年齢を増すにつれて本当に悩みの規模感がでかくなってくるんですよ。 保育園だとなかった学校になってからのか、まあ、いじめだったりなんか教師との問題とかでもそうだしはい、はい、じゃあなんか母親がこう置いてきて、うん、目の注射今してたりとかしてとかほうほうじゃあ家の問題とかうん、うん、なんかうちの実家の家をこうなんか建て直す。 もう立て直さななきゃいけないかららお金どうたらとかなんかその若い時から比べるとやっぱその悩みの規模感マジでどうにかしなきゃ死ぬじゃんみたいなとかそのなんかいきなんか悩みも結構本当に命レベルの悩みとかなんかたくさん出てきてるしなんかそうそうですねだからでもそういう意味となんか,増えなんか見,れん見たくない鏡はまあだから年齢 なんかそれは表向きな表現だけどなんか増える悩み見たくない鏡なんかもう年取ってきたなっていう顔とかがでもそれってなんか外面的なことではなくもっと内面的なことなんだけどなんか見たくない鏡はちょっとわかりやすく外面的ななんかあ増える悩み足場とか増えたのかなとかクマとか年取るとそうだよねっていうなんかまあその。 中のものが外にで現れてるみたいな意味でなんかちょっとわかりやすいわ、うん、かりやすいというかまあちょっとなんかそういう感じで書いてきました、まあ、本当は中のことだけどみたいなそういうことかわかりやすく外側に出てきてるみたいなたいな,なるほどっすねちょっとむずいやいやいやぜぜよくわかんない <laughs> いやわかりますよわかりますよ <laughs> えでやっぱりクの方まあこの後からも言ってると思うんですけどまあ子供がねお二人いるということでこれは結構ね、うん あの新ママさんですか。あ、そうです。そうですよね。で、今はもう小学校。小学校二年生一年生。二年生一年生だ。おお、結構じゃあもうみんなそっか小学校ですね。そうですね。はいはい、はい、どうですか。いやもう学校って本当にやばいところだなって思います。えー、どういうことですか。<laughs> いやなんかガチャすぎるっていうのと。はい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 。例えば学校だったり担任の先生だったり。うん,うん。うんうん クラスの雰囲気とか,んなんかあまりにもガチャすぎるじゃないですかそこでその子の人生がどういくかが本当に変わっちゃうからそうだねなんかもう勘弁してくれよって思いますね <laughs> やばいやつ担任にすんなっていうえやばいやついたんですか担任で。ママジジでで、はい、本当に、はい、私はマジでいやもう戦 <laughs> だからその時戦ったんですよね。結構戦ってて、二月三月は学校とはい、はい。でもなんかあんま言えない言えないっていうのも、はいはい、そう長男とかその子供のねプライバシーのそのなんかうん、うん、なんか言わないでほしいことだから言えないけど、マジでなんかうん、うん、例えばなんかいじめとかって絶対まあ正直なくならないじゃないですか。まあまあまあそうね。世界規模で起きてるし。うんうん なんかそんな小さいクラスでも怒るし、うん、まあ学校っていう単位でそこが世界だから彼らの、うん、やっぱ怒るわけじゃないですかうん、うん、どうしても。てかその時に大人がどうあるべきかっていうのが一番問題だと思ってて、ね、子供を守る、うん、なんかいじめを助長するなんて論外だし、うん、なんかでもそれができてなくて。うん うん、結構つらかったっすね多分その、まあ、寝床の国でもあると思うけどやっぱ大人がちゃんとそこを守ってあげれる立場とか人がい、うん、ねであるべきじゃないですかんか日本って昔からそうだけど子供の喧嘩に大人は入らないとかあるじゃないですか「入ってけよ」みたいな、ね、入って大人同士のトラブルだって裁判官がいてやるのに。うん 子ども同士で解決なんかできるはずがないじゃないですか,かです、ね、普通に考えてうん、うん、でそこをちゃんと公平にというかなんか、まあ、ねど,どっちかが悪いっていうなんかなんかどっちじゃここがこう,じゃこうだったよねここをかうん、うん、こうだったよね改善してこうこうしようっていう,うん、うん、大人がなんかちゃんとそれをしないといけないしうん、うん、やばいことした子にはちゃんと言わなきゃねっって教えないといけないしみたいなうん、うん、でもなんかだからそれがね なんかできる人がいればいいけどそ,うそれをできないというかむしろ助長する大人もいるからやばいなみたいな思ってうん,、うん、なんかそうなんかやっぱつらいですよねん,なんかって思いましたまあ小学校は特にそうなんですよね、まあ、俺らも、うん 子供ってめっちゃ怖いからだ。俺も小学校の頃は、まあこの見た目なんで俺らも、やっぱいじめられたとかもめちゃったし、まあ他人とかもやばい人とかもいたすけど、まあなんかやっぱ子供たちの世界というかね、小学校って結構一番なんか、なんかそう、難しいところであるっすね。て思う。中学校、高校とかに行ったら、なんかある程度分かってくるじゃないですか、子供たちも。ちょっと大人に近くなっていくというか。小学校の頃って、そういう良し悪しとかあんま関係ないというか、 結構ねね担任もやい多んだよ小学校とか高校の俺は高校のやつもやばかったけどしかもなんかまだ中学校高校とかだったらあそれあの先生やべえなとかちょっとわかるじゃないですかもう「はいはい」って言って聞かんとこみたいなとかあの先輩マジやべえとかあるけどやっぱ小学校1年生とかだとやっぱり先生っていう存在があまりにもでかいっていうかなんかもう。 怒らられたらその,そのことなんか先生がおかしいとかんか間違ったこと言ってるよなとか、うん、なんないからんか子供がその彼が、うん、彼らがあなんか僕が悪いんだ僕が悪いんだ」ってこう全部なるしん,なんかやっぱりまずね第一歩もう、うん、保,保育園や幼稚園から第一歩の第一のところだから、まあ、学校っていうが場所が。うん いかにこう必要な場所か楽しくて、うん、家族とは違う時間を過ごせて、うん、なんか友達もいてなんかあ勉強って。 っていうものがあんかこれをやるとなんか将来楽しいらしいぞみたいな今ちょっとだるいけどとか <laughs> なんかそういう概念をやっといた方がいいらしいみたいな,ん,なんかでもそこまで分かんないかもしれないけど1年ですよねもうなんかが、ね「算数え楽しい」みたいなんか「計算楽しい」みたいな,うん、うん、なんかだんだんそういうものを増やしていく、ね、期間でうん、うん、いいなと思うけどなんか。<laughs> なんかやばい人はいっぱいいますよね。そうですよね。マジで、<laughs> お前、お前見とけよって。<laughs> お前見とけよって、ね。これ見ろよ、マジで。<laughs> っマジで。すねす <laughs> お,おもろいでかかで先生笑っちゃってあれだけど。うん、まあそうね。まあね、大変だよな。うん、そっか、Lemmy、望む高み、trust me, beats in n o r i n o r i 今 I'm happy. 一番の褒美さあ最高のライフにそうですねやっぱ音楽が一番楽しいですかそうですね、うん、やっぱそれがないと結構心が多分もうねまいっちゃうなあと思い、うん、思,思って結構なんか死をなんか音楽できないって多分もう 今だったら本当本当死ねよりきついみたいな言葉っていうかう言葉的にはなんかですね<ー>って思う,こうなんかやっぱ子供って、うん、まあ未来だけど、はい、別に趣味で子育てしてるわけじゃないしある程度趣味もありますよもちろん <laughs> だってそんな子供ってなんか別にあ,あ育てんの嫌だっていくらでもこう放棄 いくらでもじじゃゃなないいけどももう究究極極でできるじゃないですか私が彼らと一緒にいたいから育ててるわけであってみたいなっていうことだから別に彼らが大好きだから一緒にいたい育ててるってことなんですけど、うん、まあもちろんその義務もあってその大変なこともお互いあって、うん、でもなんか彼らのこう未来とかな。か。 もちろん彼らの成長はすっごい楽しいし喜びだけど、うん、なんか彼らがじゃあこういう人になってほしいこういうとかっていうのはあんまないっていうか、うん、そこにあのまあ彼らがやりたいことを要将来ね YouTube になり YouTuber になりたいんだとか何、うん、かいいねとかそういうのは嬉しいしそれをもし叶えたらとっても嬉しいけど <laughs>、はい、こちら側サイドがこう何かをなんかこうなってほしいはなくてだからその未来その、はい 音楽は自分にすすごいい圧をかかけれるじゃないですかプレッシャーをうん、うん、自分だから。子供たちにそのプレッシャーはかけれないし、うん、だからそうプレッシャーかけてその未来を楽しくっていうか希望って結構未来なんかちょっとプレッシャーじゃないですか自分にだったらその希望を託せるっていうかう子供が万が一こう,いうのなこういう人になってほしいみたいな思って。 そうなんない可能性だってね何通りもあるしああ、ね、だから子供はどちらかというと義務だし、うん、一緒にいたいからいるし彼らの希望はできるだけ叶えたいし、うん、彼らがやりたいことを彼らができたら私もめっちゃ嬉しい、うん、けど私の希望とそれは別みたいな、うん、子供とだから音楽が正直一番希望であるし、うん、そうですね全部のこういろんなペインもなんか全部スピットできるみたいなものだし。うん だし楽し楽何しいい、はい、かそこで全部なんかだしこう売れたらっていう希望、うん、彼らに売れてもっといいなんだろう景色というかもういい環境格好、うんうん、だったりもそうだけど生かしてあげたいし、うん、だからここが希望なんですよね音楽家がはい,、はい、いろんな意味で、ね、自分の心もお金もなんか全てのみたいな。<笑><笑>むずなんかその だか,らなんだよか <laughs> いや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 い,いやいや全然<う> <laughs> いや全然ですよいやめっちゃいいと思うんですよ超重要だしなんかめっちゃ応援したくなるなと思うんですめっちゃ聞いててなんか嬉しいやっぱなんて言うんだろう俺もめっちゃ、うん、お母さんめっちゃ頑張ってくれたし、うんうん、まあお父さんいるすけど、うん、まあやっぱ お父さんも海外結構行くこと多くて、で、結構そのお母さんと時間過ごすことが結構俺らも育つ中であって、はい、まあいろいろ大変な思いしてきたなと思うし、なんかそういう中で、まあ俺はめっちゃお母さん好きなんで、うんうん、なんかそのお母さんが子供たちにこう、ね、やっぱ俺のお母さんとかそうなんですよ。自分のものは全然買わないで、うん、俺たちにいつもなんかいろんなもの買ってくれるみたいな感じだったんで、昔から。うんうん、なんかすごいそれは、俺は聞いてて、ああ、いいなってめっちゃ、<laughs> めっちゃ思うんす。そうですね。はいうん、確かに。まあね。うん まあ毎日ねでもそのまあ大変だよねって言われるけど <laughs>、うん、大変だけどなんか、まあ、彼らの方が大変なのかなって思っちゃうっていうかだ,、うんうん、だってそうなんか環境環境っていうかうん、うん、なんかねそうね我が家に我が家というか私のことして生まれてきた大変さがおそらくあるから、はい、<laughs> だからなんかいやいやうん。うん まあでもそれもそう、まあ、なんかそれがあるから多分子こうっていうのもあると思うう、ね、まあ誰しもそうですよねそうですよね誰しもそう,うん、うん、だけどめっちゃそう思ってしまうから、うん、まあでもだからこそ私が与え私にしか与えられないこう何かがあると思うしお母さんからしか与えられないそのものがあると思うから、うん、そう思うすね、うん、なるほどねヒップホップにした理由なんですか音楽の中でもヒップホップ以外の音楽は知ってたですかいや でも小学校の時は、はい、歌手になりたいとか思ってましたけど、えー、おばあちゃんと中学校の時とかも一緒にカラオケ行ってて毎週土曜日、えー、なんか病院とかついてってあげてみたいなでそなんかその帰りとかうん、うん、なんかそのおばあちゃん とかそのこの曲の解説とかもしてくれるんで。あそうなんだ。そのフランク長井って人はね昔こうこうこうでなんか愛人となんかあってこう自殺し三鷹島で死行ってそのとかいろいろバックボーン語ってから歌ってくれるんですよ。えーはい、<laughs> すごいおばあちゃんやな。だからへえみたいなしか昔の言葉ってちょっとよくわかんないちょっとこう難しい言葉あるじゃないですか。いぶし銀って何色<ー>そうなんかえ銀なのその何色なのそのイブシ銀って みたいなとか, <laughs> なんかそういうことをめっちゃ教えてもらってったなんか「幸せに桐子」って曲とか、はい、なんかあの何だっけ「瀬戸,瀬戸はひぐれて」っていうなんかんかいろんな曲があってうん,、うん、なんか「結婚に行く歌」歌ってて。 え、なんで結婚に行くのに悲しい歌なのみたいな。わ、はい、かんないじゃないですか。確かに確かに。子供の頃なんて結婚はハッピーで、イェーイみたいな、ハッピーウェディングみたいな、はいはい、なんかそういうなんか、ちょろんみたいな。だけど、なんかその昔はこうで,<あ>で、なんかこのお嫁に嫁ぐっていう、うんうん、やっぱ日本のすごい、 めっちゃ超カルチャーって感じだけど私と嫁ぎに行かせていただきますみたいなバイブス <laughs> なんかまあ親同士のもみ合いとかのね <laughs> まあそういうのがやっぱ一番多かった時代だし嫁、はいまあね、がなきゃとか,かその、うん、まあまあどこの世界でもそうだけかもしれないけど昔は。うん、なんかそれ あ,あそういうことなんだみたいな、うん、あだけどそういうことだけじゃなくてなんかそれを使命としてなんか思っている歌詞だったりんか楽しみさもありなんか「嫁ぎに行くね」みたいな、はい、なんか「切ないんだそれ」みたいなそのけっなんか「ハッピー」だけじゃないんだみたいなとかはい、はい、そのいろんな感情があっていいんだみたいなとか、うん、なんかそういう学んで学んで。はいはい あでもヒップホッププホででであったのは18ぐらいああそうなんですねでも中学校の時僕はもうンニャさんとか AK さんとか聞いてる子いて日本語のラップ、えー、でなんかチャリに乗りながらめっちゃかけててでなんか私は結構そういう人にこうなんかめっちゃ殴るんかタパンみたいなのめっちゃされてもうあざだらけになってて大嫌いだったからマジで嫌いすぎて <laughs> なんか何ヒップホップみたいな。 <laughs> なんか思ってた結構「うんうん、無理」みたいなん, <laughs> なんかヒップホップっていうかもうそのその人たちが <laughs>、はい、ヤンキーとか不良とかそっち系の「無理」みたいなはい、はい、でもなんかその多分 ADHD だったんですよあ自分がそうはい、はい、今もだけど、うん、なんか だから喧嘩をしちゃうんですよでも不良じゃないけど、はいはい、小学校の時とかもめっちゃ喧嘩しちゃう、えー、だから私何でバトルで,で,できてたのかって言ったら ADHD だったからかなみたいな,<ー>もうなんか多分衝動的になんか「えみたいな「って <laughs> 違くない?」みたいなか多分言っちゃうのかうん,なんか自分のなんか。はいはい 自分も全然間違ったことするけど自分の中の何かがちょっと違うこと言われたりこうされた時に、うん、なんか喧嘩になしちゃうみたいな感じで昭和子の時ととかもずっと喧嘩してたんですよ <そう S 1> でも不良とかじゃなくて生きるバイブスなんかじゃなくてなんかその <laughs> <laughs> そうなんかそ,のなんかそうなんかそういう。 子だったんですけどはい、はい、だから不良は無理だけど、うん、だけどそうそれででも何回か出会う機会はあってヒップホップとは最終的にやり始めたのは18ぐらいの時に、はい、なんか好きな人ができて、うん、その人が教えてくれてて、うん、からその人がなんか年上だったんですけど、はい、なんかその人が10代の時 その大麻を育ててたからそれを売るためにサイファーに行くようになってそこでラップを始めたみたいな人でへえ面白いと思って確かに確かにあそうか逆んかまあでもそうだよな本来本来そうだよなみたいなそのでも日本ではあんまりこう出会わない人でへえみたいなんかすごい。 いいろろ教えててもらってでカラオケよく行ってたんでアナーキーさんとプシンさんの「マジカワ」って曲があってはい、はい、めっちゃかっこいいんですけど、はい、私プシンさんパート覚えようみたいな思ってこう、ね、検索して調べたらアナーキーさんの声に食らいまくってアナーキーさんディグしまくってはい、はい、えラップかっこいいよみたいなやりた、えー、と思って。ぎてなんかもう え、めっちゃ聞こうライブ行きたいとかじゃなくて、え、いや、ラップやろうってなったんですよ。<laughs> そう、なんか通り越しすぎるみたいな。で、なんか調べたら、なんかそう、フリースタイルもあって、その人もなんかフリースタイルちょっとやってて、うんうん、なんか、遊びで。 なんかフリースタイルえサイファー行ってみようみたいな思って原宿サイファーってところ原宿サイファーって言っ代々木公園でやってて行ってみようみたいな一人で行ってみてみたいな一人で行ったんですかしかもしかまだ10代だったから初めて行ったアナーキーさんのライブを見たくてでもナイトが全部クラブでまあそうだよね入れないよね20代なんでしかも別につてもなかったから当時だからなんか でデイイベントでラナーキーさんのライブを見れるってなったのが「バトー」って、うん、MC バトルああはいはい m、はい、でやっててでそれを一人で行ったんですよそして MC バトル初めて見て「何これおもろ」みたいなのもなってで,でそこでサイファーその後初めてサイファーにその、はい、あとそのすぐ行ってみたんですようん、うん、でフリスなんかできないけどみたいな,うん,、うん、なんかだんだんやってやってってみたいな だからそれでバトルもその時アナイキさん見に行ったイベントが MC バトルだったからバトルもなんか誘われて、うんえー、出てみようみたいなへえー、て出てみたいなすげえなんかはいいろんなところで歯車がこう、うん、うまくこうってう,まかうまくいってたのかうま <laughs> くいってたじゃ,かじゃないとここまで来ないじゃないですかあといいよ <laughs> あっ 大大事事ですよねりもだといやバトルはでも出ててよかったしフリースタイルもできるし全部よかったなと思うその人生のタイミングってのがあるんですかねそうっすね絶対あると思うっすね確かにそうそうそうそっかちょっとじゃあ次行こうかな腫れ物金物かなこれあそうですはい未来ある二人の子痩せたいやりたいこと空手スイングいろんなとこ あ、そう腫れ物んかそのやっぱり腫れ物んか自分のその人生ってかそのなんかバッ,バックボーンってかそのやっぱなんとなく知ってる人がいっぱいいたから、うん、その知ってる人いると思ったからうん、うん、やっぱりなんか今まではなんかそのなんか元奥さんとか元彼女みたいな結婚もしてないけど。うん なんか結構いろいろ言われてなんかやっぱみんな関わりたがらなかったんで私とそのん,なんか面倒くさいややこしい状況にやっぱり私とも関わろうって思う人も少なかったしだから腫れ物で金物だしみたいなでもやらせたい未来ある2人の子みたいなまあそ,そうですね腫、うん、れ物。 ですね結構まあ今もそうだし今も今もっていうかまあずっとなんか学校とか子供たちの親としてはなんか、うん、なんだろう多分あなんか若くてみたいな,ん,なんかこういう見見た目、うん、そのちょっとなんか。 ちゃんとものやってんのかなぐらいのそのそ感じ多分あなんか思われてるしうん、うん、別に馴染みなんかそんな馴染めるような感じでもないしみたいなはい、はい、かといってその毎日クラブ行ってる友達からしたら私は自分のライブでしか行、うん、けないからうん、うん、なんか結構こうのなんかなんだろう 意外と、なんだろう、腫れ物みたいな。でも友達は、本当にの友達っていうか、うちに遊び来てくれたりとか、子供たちと遊んでくれたり、チーム友達でも行ってるけどそうそうそう。って感じなんですけど、まあ腫れ物、ちょっと違うかも。まあ友達はないけど、まあなんか学校のこととか。はははいいい

近くのところで一緒に習い事じゃないけど行ってで空手も体験行ってみてめっちゃ良さそうでみたいな感じで空手やりたいらしくて子供がそうでもめっちゃちょっと高すぎてまあそうすよねちょっとマジでやらせてあげたいなっていうだから早く稼いで体験じゃなくてちゃんとやらせてあげたいめっちゃ高いんですよ2人だからしかも。 あ二人ともやりたいって言ってて言るんだしてそうだからいろんな体験を渡り歩こうと<笑><笑>あいろんな体験を渡り歩いてんだ今そうそうスイミングだったりとか体だったりとかまあスイミングはでも自分の自分が一緒に入ってるだけだけどああ教室じゃなくてああなるほどねへえそういうことかそうまあ彼もねなんか 性格があるから、うん、あんま先生とかより最初はこう楽しいもんだってこと、うん、が分かんないとなんか嫌になっちゃうからうそうそうなるほどですねそっか日々増えるフォトト足りないストレージあその写真撮りすぎて子供のてのて子供のしかも子供が撮る写真とかもなんか床の無駄な写真とかめっちゃあったりとかもなんか。 マジでそ脳みそのストレージも足りないし、はい、みたいな <laughs> <laughs> もう何か、うん、そうですねそれが足りなかったんだか動画いっぱい写真撮りすぎてとかストレージの、はい、<laughs> 方向音痴 iPhone 見ても迷子言い訳してる暇はないのレッツゴーはい、うん、じ人生が方向音痴みたいな<ー>どっちも方向音痴なんですけど地図見てもよくわかんないなんかこうやってえこっち向いてるから こうやって向いてみたいな,な <laughs> あれあてだねてて GPS むずいって説むずいはいはいはいえでも GPS じゃないともっと分かんなくないですこっち行ったらこのこっちですって出るからギリいけるけど <laughs> え昔の人やばみたいないや確かに地図はすごいですよねそうえ地図もない時代とかもやばいじゃんと思って <laughs> えなんかあの木をあのマンゴーの木を曲がったらみたいな <laughs> なんか 南になんか行ってみたいなやばい石があるからみたいな <laughs> だからそう岩とか名前つけてたのかなとかにに確かに<分>、ね、今現代岩に名前つけようって多分思わないじゃないですかに 確かにそう考えるとおもろいなそうかもしんないね多分目印にしてたんだはいはいはいいやいはいれいもいは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 たはいは思ったっいはいはいはいっい新しはい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 っいは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 い岩いは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 ゃはいはいはいはもはい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 いははいはは 夢を見るアーモンドアイス。ピエロは。パンとマイム。なんだっけ。えっと、あ、手荷物、ちちうん、あ、荷物なんか、その。荷物、こう、なんか、例えば。言ってるけど、うん、なんか、子供とかは、なんか、その、お荷物じゃないよみたいなう。うん、あ、そういうことか。うん、大事なもんは背負ってからさ。 イエーみたいな感じ <laughs> ちょっとなんかでもあんま伝わってないけどけはい,はい、はい、なるほどすねうそ,うですそういう意味だ <laughs> え夢を見るアーモンドアイズピエロはパントマイム夢を見てる私はアーモンドアイみたいな<ー>ピエロはパントマイムはでもちょっと実はこう可愛く言ってるけどなんかピエロどもがパントマイムしやがってよみたいなあそういうことねはい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 なんかちょっと煽りだ 煽ってます <laughs> やってろって <laughs> <laughs> してみたいな意味もあります。<laughs> はいはい、意味もっていうか意味だね。そういう意味があるってことですね。うん、なるほどね。ちっちゃいバッグじゃ入らないドレームのライフ。まあこれがまあそういうことですよね。うんうん、明日のことも今は見えない。手の上で切る豆腐。プットイン味噌スープ。不定食者でも低所得でも I have a dream。私は知っている幸せを。あの子もスーパースター。We are dreamers、はい。ここは あ,すいませんああそう明日本当に明日のこともどうなるか分かんないから、うん、例えば、うん、仕事もそうだしはい、はい、彼らの学校もそうだし「うんうん、明日朝から行,く行けるのかな?」とか、うん、から始まり「行けなかったらどうしようか?」とか「うん、じゃあ仕事どうしていこうか?」とか、うん、もうなんか朝起きた瞬間からっていうかもう。 その日になんないと全てがもう予定とかも組めないし分かんないしはい、はい、やっぱりうん、うん、なんかね本当にそんな感じですうんそうそれは普通にいつもなんか <laughs> こう手の上で <laughs> <laughs> でもこうおばあちゃんから教わったのかな母親かな、はい、豆腐は手の上で切ることへえ<ー>パカッてパックパカッてやって手の上で豆腐切ってさっ<れ>みたいなへえそうなんすかそう 手の上で切るんだ。あ、そうなんだ。あ、そうですよね。まあ彼の方がそういう料理とかするんですよね。そうそうそう。俺は待っていない。和<あ>食は分かんない。<laughs> <laughs> ね、<laughs> なるほどね。そう。や今回家庭的なそのお母さんみたいなところを書いてるところもあるのかな。そうですね。うんうん、うん、何でそれを入れたんだろうか覚えてないけど。うんうん。うん。 <laughs> なんでその歌詞を入れたのか分かんないけどでもなんかそうですねに日常のことを入れたいなと思ったんだと思う。 そういう未来のことばっかりとかはい、はい、気持ちばっかり歌ってるから日常のこともなんか見,、うん、見,見えた方がっていうか、まあ、そういう気持ちで入れただと思います。職者だだし定所得だけど、うん、夢を持ってるよっていう,うん、うん、私は幸せ本当に幸せとは何かっていうことを分かって 別にお金だけじゃないしだけどお金がないと音楽もできないし彼らを旅させることもできないしみたいなだけどお金じゃないってことも分かってるしなんか今この戦ってることも幸せだしみたいなだからでもみんな売れてスーパースターになって友達は結構ね売れてるからあそうなんですか例ええばどううい方で友達とか 友達かな <laughs> いや友達っていいじゃないですか友達かなろ <laughs> えー、でも誰だろうでもみんななんか名前ある人ですよなんかちんと小太郎くんとか,うか風磨の小太郎あはいはいはいえ誰だろうな結構周りラッパー系の周りは結構仲いいラッパーとかそうですね、うん、なんかみんな売れてるじゃん すげと思っちゃうなんだか蛍くんしか出てこなかったんだけど別にそうとかティーストンくんスクリューくんえっとあんま出てこないなバトル系が多いとかねやっぱスキャンそうんななとんでもんでもとんでもんでもんでんんでもんんんん 売れててるな、まあ、れいいなっていうかまあそうですね、うん、みんな結構自分でちゃんと輝けてるから、うん、でもうちらドリーマーだよなみたいな感じ、うん、まあ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 でもこうねラップスターで出てるしあれもチーム友達もすごくないですか、うん、そうですねケロ見たら100万回いってて「<や>マジか!」みたいなマジでたいですマジでもう 変わりましたもん。変わった人生かいや変わりそう。あ、変わりそうな感じだ。うん、いや、変われ <laughs> まじ、あね、変われ変わりですよ、ね。変わりみたいな。<ー>なんかでもやっぱそのさっきも言ったけど、その反響とか、うん、そのあなんかみんなからのやっぱお返しがあるとうん、うん、すっげえ嬉しいし、なんかえそんなになんか。 いいんだみたいな,なんかいや嬉しいみたいな,なんかやっぱ評価されるっていうかその <laughs> はい、はい、みんなが上がってくれるライブでもそうだけどうん、うん、みんなが上がってくれることとか反応が嬉しいですよねうん、うん、結局多分うちらはそこに向けてやってるから、うんそうね、リリックを書くこともうん、うん、なんかフローでこう驚かしてやろうみたいなこととかも <laughs> はい、はい、結局 人に向けてやってるから、うん、その人たちからこう帰りがあるとめっちゃ嬉しいし、うんうんね、本望っていうかうん,、うん、なんか楽しいなって本当にやっててよかったって思いますね。あれはどういう発足というかどういういきさつでチーム対一のギャルリミックスやろうみたいになったんですか、うん、えっとそのその月かな4月の頭の2日とかそこら辺でなんかトラップス司っていうあの。 アトトランンタのイベントがあって、うん、それを日本初開催するみたいなので、はい、さりなさんと一緒に誘ってもらって、はい、で出て、うん、でりねえも、ー、チェリちゃんもそこに出ててあそういうことかそうでその場では何も言ってなくて、うん、でなんかりなさんがりねーと2人で曲作ったらみたいなうん、うん、なんか言っててあい作りたいみたいな。 でチーム友達リミックスからまず始めてみたらみたいな感じで「はい、えやりたい」ってなって「もう一人誘いたくね」みたいな「えあのチェリーちゃんは」みたいになって「めっちゃいいね」みたいなはい、はい、なって始めて、うん、でそれがもう決めたのが4月7日とかで9日スタジオ撮ってたから「うん、えじゃあ9日入る」みたいななって。 その日みんな入って、<う>でもその2日間で、もうその7日の日に監督さんにいつも MV 撮ってもらって、うちの、うん、さんっていう監督さんがいるモニガーレディっていう曲とか、今回チーズっていう曲とかも撮ってくれたうちのさんの方がいて、うちの、うん、さんに電話して、すいません、曲できてないんですけど、あさって撮れませんかみたいな言って、えー、<laughs> なんかもう、 やばみたいなでもそれでなんかうちのさんもなんか全然なんかいいよとかもなしで <laughs>、うん、えどこで撮ってどうする予定ですかどうしましょうみたいな感じでもうどんどん話して<ー>もうめっちゃすごいなあの人って思いましたでその日だからもう2日間 2>、うん、7日の日にじゃあもう9日レコーディングしてその日に MV 撮ろうみたいな決めてあそういうことえじゃあ人集めようってなってもう。はいはいはい 曲書かずにずっと女の子に DM しまくって、えー、インスタとか、その、LINE とか、関わった子たち、ことある子たちとか、昔踊ってくれた子たちとか、うん、もうみんなに DM して、うん、もうその行為しかしなくて曲作ってなくて、みたいな。<う>スタジオ行って11時から6時まで <laughs> の枠で3人撮るみたいな、うん。私書いてなくて、みたいな。なんか向こうで、 チェリちゃんとかりねが撮ってる間にカバーって書いてみたいな、はい。で切り取れてでヒップシンクとかも覚えてないしでそのままもう何か,なんか監督さんと連絡をってもう何時頃着きます、うん、みたいな向かって大井、はい、町って私の地元で撮ったんですけどあそうなん,だそうなんかそれも前日とかになんか。 子どもたちとか公園で遊んでる時にビデオツアーで「ここでーす!」みたいな <laughs> なんかロケハンみたいなして <laughs> そうそうへえー、スタジオで書いてもだからの MV そのあんま爆音も出せないし、ね、リリックも覚えてないからうん、うん、リップシンクができなさすぎて困ったらお酒飲むみたいな <laughs> しかもそのみんな割とその「私は知ってる」とかまあその千里ちゃんも日本を呼んでくれてうん、うん、そうですねあの 女子をうん、うん、で二人で協力し合ってんリネはもうアトランタの子だからそうね二人でうちと集めてだから「はじめまして」で会う人たちもいっぱいいるから監督さんに言われてなんかもうめっちゃその一発時間もタイトだからそうだ、ね、警察も来ちゃうし。はいはいはい まあ最初からもう100出せるようにって言われてもう私やるしかねえじゃんと思ってはい、はい、もう,うえみたいな感じで、はい、もう自分が一番上がってなきゃと思って <laughs> もうなんかそのためになんかめっちゃそう状態にしたっていうか、はい、自分を<ー>でなんかそうっすねそんな感じですか <laughs> だからそうすぎてお酒も飲んでる、はい、の飲んで、ね、困ったらお酒飲んで、うん、リップシンク しないから <laughs> もうなんかやばいテンションのやつみたいなちょっと恥ずかしいんですけどでも周りのみんなが可愛すぎてめっちゃ本当にいい絵になって、ねそうね、なんかマジでそのりなさんの発案もそうだしうん、うん、みんなバース良かったし千里ち,ちゃんもりねえもみんなよ,よかったし、うん、でそのみんな集まってくれた女の子たちもみんな可愛くて、うん、みんな ちゃんとこうおめかししてきてくれてもうありがとうみたいなだって別にお金渡してるわけでもないし、はいまあね、あんなおめかししてくれてうん、うん、来てくれてもうなんか私監督さんもその明後日撮れますかでアシスタントの人も呼んでくれて <laughs> <ー>もうなんかめっちゃあんないい絵撮ってくれてみたいなうん、うん、なんか全員マジチームワークっていうか、うん、もう多分あれ映像がもうちょっと よくなかったらという言い方したらあれだけどしょぼかったらって言ったらあれだけど、うん、買ったらあんなになってないと思うしうん、うん、本当に集まってくれた子たちのパワーと監督さんのもうバイブスとスキルとあ,<ー>あとりなさんの発案とみんなうちら3人のバーストみたいな、うん、なんかみんなの力がこうなんかうまくガチャみたいなうん、うん、なったから。 そうなななれたたのかなみたいなんあんなスピーディーによくなんかアドレナリン出過ぎて <laughs> なんかやばかったですもんね寝 <laughs> <ー>、ねね、ずにやってました女の子に DM してーやばい男ぐらいマジやってましたん <laughs> え何人が来た結果でも50人ぐらいはいたっすよねなんかそのグループラインでは60何人ぐらいまでいって。 けど多分当日来れなかったりとかもあって多分50人くらい来てくれたいやもうありがたいですよね,はんね、はい、なんかもう涙出るっていうか <laughs> なんか本当にこんなだって今50人とかその2日前に呼んでなんか来てくれるっていうか集まることってもうなんかないじゃないですか、うんまあ、な,か,な,か,、ね、なんか同窓会でもないしなんかもう本当パワーでしかないっていうか。うんうんうん そんなことなかなかできないし本当にありがたいっていうか、うん、やばいっすねだからもうあの感動を結構これからの人生超えていくのってんなんか結構むずい自分でハードル上げたなみたいなあんな感動を味わったら <laughs> と思うけどなんかそうなんか自分がだから頑張んないとなと思ってうん、うん、本当に。 マジでで感感謝謝すすすねみんなにぎてごいすねいや本でもいい映像だったっすねんかめちゃくちゃ俺もめっちゃいいなこれと思っていやまあそりゃああんだけみんな人いろんな人見るわみたいな思ってかったしらしいっすねでラップスター周りのいやすごいっすよ嬉しいうんそっか なるほどですね。どうですかラップしタさ、もう、あの、まあちょっと話ね、始まる前もちょっとお話ししてたんですけど、うん、まあこう、いろいろ、フットステージだったりとか、どうでしょう、うん、フットステージの一番、その、その日とかは。緊張したですか<私>やっぱ。いや、なんか、フットステージの時も、多分こんな今日みたいな、うん、なんか、<laughs> 感じ <laughs> あ。ちょっともっと頭回ってなかったと思います。えー、なんか、そう。 ステージまだ見てないんですよねそうですねこれ撮って出来まだで公開されてないんであれなんですけどうん、うん、どこの地元地元大井町大井町です大井町はどこでしたっけえっと品川区品川区だ、うん、はいはいはいなんかもうそのトラップス氏が前々日とかで、うんはいはい、あそういうことでもその前日も死んでてはいはいはいそのその んフットステージ撮影の前日もうん、うん、結構その時がそうすぎてはい、はい、なんかはいになりすぎてたからうん、うん、次の日もきついみたいな感じでも結構だからフットステージの時きつくて <laughs> なんかちゃんと喋れてるかもなそうです <laughs> なんかもう結構泣いちゃいました喋りながらえもうカットされてるけど <laughs> してくれたけど。 なんかもしかも全然別に意味わかんないタイミングで泣くしなんか心が情緒が、ね、<ー>やばくて、うん、んどうだろうステージの、うん、あそうおいもちなんかマジパジャマみたいてかパジャマなんですけど、うん、マジのパジャマで出ちゃっていやもうなんか掃除とかが間に合わなすぎてもうとりあえずちょっとだけなんかメイクして。うん パジャマ掃除として掃除してあれかよって思われるかもしれないけどマジでやばいかいやばい2児のママさんですからねなんかもう息吸ってるだけでも呼ばれていくんすよ本当にこっちが全然何もせずともだからもう本当そうもうマジでやばかったそれやばい何時になるまで切って来てもうかって家に。 ママジパジパャマでもういいかみたいいいなもうやみたいなだってリアルだろこれがあそうねもういいよみたいなもう見てやってくれみたいな <laughs> もう結構投げやりな気持ちになっちゃいましたけどそうそうなるほどねうんでも何喋ったかはもう覚えてないけど,覚えてないけどちょっとは俺も見てまだ見てないんで分かんないですけどちょっと楽しみにしてるんですけどそうっすね確かにそっか えサイファーもあってフットステージもあって、まあ、キャンプも行ったじゃないですか、うん、キャンプの話もちょっとしようかなどうでしたキャンプ <laughs> キャンプやばくてやばかった <laughs> やばすぎてキャンプはあのキャンプの前々日がなんかスリーモンライブっていうライブがあって、うんはい、その日もなんかあんま寝れず、うん なんか3時間ぐらいしか寝れなかったんですよ。でそのまま朝起きて、うん、子供たちのいろいろして、うん、その日の夜がハーレムでライブだったんで,なんで寝れないままいろいろやってでハーレム行ってライブしてでその足で合宿行ったんですよ。やばだからうん、うん、マっでやばくて本当に多分人生でなんかその。 かまさなきゃいけない日にそうだったからんなんかあんなそのあそこまでかまさなきゃいけないっていう日にあそこまでなんかやばかったことなくて <laughs> えかかったですねマジレッドブルー、えー、その日半日とかで 5,、うん、5本ぐらい飲みましたもんね <laughs> 多いなもう字が歪んできたもうマジで,マジでリ,リック書いててもうやっぱなんか そう脳みそが停止してるんですよ、そもそもが。<ー>で、それ、ついた時点で <laughs> もうなんか、いや、もう,そう、お酒ももちろん、まあ、控えたけど、いただくし、<笑><笑>えもう、寝てないっていう、そう、前日の3時間ぐらいだったから、私、結構、めっちゃ寝ないと無理なタイプだから、<laughs> きつすぎて、リリックとか 何書いていいかも分かんないっていうか書きたいことがありすぎるけどなんかチョイスできないチョイスっていうか、うん、なんかそのこれは言ってしまったらだめかとかもね、うん、あったから「離陸、はい、ってどう書くの?」みたいな <laughs> もうなんかなっちゃってやっぱそこからずっと書けないでついてからずっと書けなかったですね。<laughs> えー 一番遅いレコーディングだったしははははいいいい、そうやばかったえっ相手もあれしたねよくあっ相手も相手も相手もすごかったそうねそうそうかそうずっと一位通過してて役うんうん。やっぱ浩司也君すごいからうん。そうやっぱ一番倒さなきゃいけないっていうかその思って ななんんかもうダメなんですよ私は <laughs> すごいねよく何日間か寝てなくてもうやべえっていう状況でここでかまさなきゃいけない <laughs> 顔じらい行くってすげえなと思ってなんかでも性格がそういうやつすぎる、はい、自分が<ー>なんかもうだってやばいですもんなんかでもずっと普通のやつに見られなきゃいけないって。はい 普通のやつっていうかちゃんとしてるやつだって思われないと <laughs>、はい、なんか私が悪者になると思って<ー>その生きてきたから<ー>そのなんかちょっといろいろあるし人生あったからはい、はい、だからまともぶろうと思ってうん、うん、結構子供も生まれてから特に。けどやっぱ そういうい出ちゃうんですよね出ちゃうっていうか <laughs> だってもうだって言っちゃったしみたいなもうなん,かじゃなんかもう,そのう私はね、うん、低い順位だったしじゃ高い順位の人もう全員こうもうぶっ倒してくるわみたいな <laughs> 言っちゃったからああ言っちゃったしと思って選ぶ時にああ言っちゃったって思ってじゃあダメじゃん行かなきゃと思って。 っっちゃなんかそのリリック書く時とかもそうなんですけど基本的に全然どこまででもやばくなっちゃうしどこまででもやばくなれちゃうから人間としてそのやばいっていうのは悪い意味でなんか自分でそのラッパーっていうこの概念はなんか結構リアルで自分の身を削ってまあ いいいことも悪いことともも悪歌って、うん、その同じ自分と同じ人種というか日本人とかじゃなくてそのくくりというか何、うんねうん、かそういう人にパワーとか、うん、共感して頑張ろうってなんかちょっとエナジーをあなんか共有するじゃないけどうん、うん、そういうことが大事だなと思ってるからうん、うん、だからその嘘をつけないというか。うん って思ってもうずっと最近ねやっぱもう書いてますけど、うん、だから自分こうなりたい自分を書くことであそうしなきゃいけないって自分に呪いをかけるみたいなそれでまともになれるまともになれるというか、うん、そのあこれはやっちゃいけないなっていう理性が働いてきてる、うん、ほうですよ。えー、だから 私偉いです。いつもボランティアやってます。それを書きますとかじゃなくて言っちゃったことややんなきゃじゃんってかせてるんですよ。自分で書いたことをやってるってことだ。そうしないと自分の魂も魂っていうかその階級心のも上がらないしなんかやっぱ配りたいしそのエネルギー うん、ってていいううかかかそのファイブスなんか自分がもらってきたからうん、うん、そういうラッパーに憧れてきたしうん、うん、ラッパーに限らずだけどうん、うん、だからなんかかそそのそうですねそうだから自分もそういう、うん、すごいなんかそういうラッ,パーにラッパーに憧れてるからそうなりたいからそうするためには、うん、みたいな。なんか そういういを書くことでなんか自分にも理性働かせられるしはい、はい、あこうしなきゃいけないなって自分で改めて思えるし、うん、でもなんかな言ってることがでもだんだんそうなってくるきてるしうん、うん、なんかそうですねだからどちらかというとちょっと未来のことを書くとか<ー>あとっていうか自分の思ってることを書くはい、はい、あこれはダサくねこれがかっこいいんじゃねっていう概念を植えつけるじゃないけど、うん、なんか。 これ何かゾンさんとかもなんか当時子供が私ちっちゃい時に結構レターとか色々曲に食らって今まではやっぱりなんだろうまあ最近その当時きっかけ元のヒップホップの根源とかは違うけどやっぱりフレックスのなんか仕方がジュエリーだったりそういう。 やっぱ今でもあるけどまあそれもかっこいいしそうだけどゾーンさんはそのまあ奥さんに子供がいらして、うんうん、そのお子さんをこう愛してるすげえかっけえ男っていうかう人としてでそれがかっこいいんだっていう概念がもう植え付いたじゃないですか確かに確かに彼で洗濯物干すのもヒップホップっていうラインってやっぱゾーンさんでしか言えなくて、うん、そして みんなな誰も笑わないマジでかっけえっていう,うん、うん、それなんかだからその男性でもなんか例えば彼女のと一緒に住んでその家事をやってる今まではなんか今までの概念だったらなんかちょっとダサいみたいなうん、うん、男としてみたいな、まあ、時代的にあったことでもなんか「うんうん、いや洗濯物干すのもヒップホップっしょ」とか言って、うん、なんかそれでなんか。 あいつかっけいいよなってそ,のそれを女性がかっこいいって言うんじゃなくて男性が男友達があいつかっこいいよなってなる対象のかっこよさにそれがなるってことってすごいことだなと思って女性からしたらね家事やってくれとかそういうなんかうんあ,あかっこいいなとかなるけど男性が男性をかっこいいって思う視点ってやっぱまた違うからうでもそれもかっこいいになってきたしだから私も私なりの。 かっこよさの概念をこうなんかちょっと植えつけたいっていうかまあなんかお尻振ってるだけが女性の美しさでもないしみたいな,なんかそうですねなんかそう「美しいとは」とか「かっこいいとは」とか「イケてる」「かっけえとは」ってなんか私なりのを伝えられてそれを「かっこいい」とか「イケてる」とか「美しい」 と思ってくれる人がいたらその概念があそれも美しさの一つなんだって、うん、自分の抱えてる、まあ、悩みとかこのペインとか、うん、そういうものがこうあかっこいいことなんだみたいななってくれたらなんかそのまた世界がより一層優しくなるんじゃないかみたいな,、うん、なんか今までにないかっこよさをこうう表示することによってなんかと思ってそれをやりたい。

なんかシャルルさんの中でじゃあラッパーとしてどういうことを伝えていきたいかみたいなことは普通に、うん、あの聞きたかったんでそれはめっちゃ聞けたから、うん、めっちゃああああ嬉しかったです <laughs> い,いや全然大丈夫です,す大丈夫ですえちなみにチーズの中で、うん、このラインおすすめとかありますかここぜひ,ぜひ聞いてほしいみたいなあ,あ,あでもやっぱここかなはいはいはいいいですよ うん、追われる女追い求めいい女気取りマジショーもね一人の男の子追いかけてついつい追い抜いちゃう方がかっけこれはでも概念です私のかっこよさなんかその今の時代は割と追われる女っていう追わせてなんぼみたいな概念があるけどでもその追わさせてることを追ってるじゃんって思ってて。はいか、はい、かに追われるる女であるか を自分で追いいぎてないかってもっとシンプルじゃないかって思って好きな男の子別に追っかけて何が悪いんだろうみたいなそのまあその美しさもありますよ追われる美しさも。だけどそれをなんかそれがいい女なんだって世界がなりすぎて追われることを追い求めていい女気取りムーブしてるだけそれじゃあなんか何にもなんないじゃんみたいななんか思って。 私はなんかうんそう本当に好きな男の子一人を追っかけて追いかけてその子が振り向いてくれなくてもう追い抜いちゃって <laughs> なんかえ気づいたらこんなやばいなんかとこいましたやーみたいな <laughs> ことでもいいしみたいな <laughs> その方がかっけえじゃんみたいな私の中ではなみたいななんかそういうかっこよさもあるよっていうさ近きの話その概念をなんかみんなそういうかっこよさもあるじゃんって。 私はそういうい感じだから待ってられないタイプだか ADHD すぎて待つとか追われる女とか無理すぎて <laughs> なんかなる、ね、無理すぎるというか <laughs> 常にこう音楽もそうだしずっとなんかラップうまいって自分で言えないしみんなから自信持った方がいいよって言われるけど <laughs> その自信っていうか。 研究ななななだだけなんだけどなんどみたいな多分私が多分なんかもう本当に「世界一うまいです」とか言われてももっと追い求めてる気がするしなんかはい、はい、そうじゃなきゃもう楽しくないじゃんっていうかう余裕なことやってても何にも楽しくないからだからなんかそれが楽しいだから音楽も追い求めてるしうん、うん、そう。 男の子だってそうだしうん、うん、男の子だってそうだし気持ち悪い <laughs> なんかなん,だう <laughs> なんかそう待ってなんか,なんか待ってるみたいな,なんかえー、もう行ったれやみたいな <laughs> 結構感じだから <laughs> そう時間時間みたいな行こうぜみたいな感じ。う なるほどですね。うん、めちゃくちゃ、めちゃくちゃでも出るっすね。人柄が、なんか、<laughs> か<に>そういう感じなんだっていう。めっちゃおもろいなと思ったですね、しい普通に。なんか、ちょっと今までの、うん、あの、 わかんないじゃないですか、なんかサイファーだけとか、そういうとわかんないけど、そうそうそう、あ、そう,そういうふうに考えていろいろやってんだなっていうのめっちゃ思うし、なんかやったらやみたいな。<laughs> うん、確かになんか俺もなんでこんな自信ないのかなって思ってたんですけど、また単純にその気持ちはめっちゃわかるんですよ。俺もなんか自分のやってることだったりとかに、うん、いや、もっといけるべ、みたいな。俺もっといけるべ、みたいな。自分のこの現状にあんま満足できないというか、まあ、特にその何か作るっていう過程において、俺もその映像とか作ったやつですけど、自分でいいとあんま思えないし、いくらうまくいっても。なんかそれはめっちゃわかるな しいやっぱなんかそのおいと自分の脳みその限界じゃないからできてないってなんか、はい、多分その言葉が間違ってできてないとかなんか下手だとか、はい、そ,のそんな別にうまいかなとか思ってること多分脳ではもっと自分への期待値が高いしもっとやべえことできるけど、はいうん でできてててなないじゃゃんん自分っっっ思ちるんですよねんかだから、うん、まあでも曲リリースして、うん、でもこれが今の限界で今の一番かっこいいベストな状態でもちろん出してるけど時間のね許す限り、うん、自分のさこの作品では。うんうん、だけどやっぱそこがねずっと追い求めすぎて、うん、だってもうそんなのね追い求め <laughs> だってね追い求め だからどこまででも行けますっと上は上には上があるっていうのも,もうちょっとそうだと思うしそうですねその歌詞でも書いてるけどんかそうあおごりと満身を捨て、はい、ハイチーズ直感と自分信じ時にしがみつくことも感じみたいなそなんな何か。 おごりと満身が一番ダメだなと思う。そうだね。それはもう、本当に。一番良くないね、それ本当に思う。マジで良くない。確かに。結構多いっすね、しかもね。やっぱそういう方はね。多いし、でもなんか別に彼らは彼らの生き方があるから、なんかまあ別に、友達じゃない限り別に。 教えてあげないって感じなんですけど <laughs> みたいな,なんかすっごい、ま、なんか満身じゃんみたいな<ー>めっちゃ舐めてくんじゃんと思っても全然教えてあげない <laughs> <laughs> と思ってマジで生きてますけど、ね、やっぱなんか舐められることはやっぱでも多いから女の子だし、うん、まあそのラップの曲でもそのおかげで、うん、え舐めてたのになんかラップやっぱライブの時とかなんかうん、うん え、よかったみたいな感じのあれがなんかまあ嬉しいでもあるし <laughs>、はい、まあなんかよくなんか LINE でもその言うけどなんか全然舐められること超気持ちいいじゃんみたいな、うん、そう思いますね <laughs> だってその分まあそうね期待値こうやっていけるからね その分なめられることがな長い分ひっくり返した時の気持ちよさみたいななみたいな <laughs> こっちはその態度じゃなくていからラップだけだからみたいな暴力もないし <laughs> できない別に怖い人たちが後ろにいるわけでもないしうん、うん、ただただ自分のラップだけだから私はだからそこをずっとけんなんかもう突き進んでやってるけど。はいはい なんか他のところでこうビッグネームの名前使ったりこういう人とつるんでんだよとかないし友達は友達だしそういくら名があってるねみんな入れて名があっても友達は友達だし数族は数族だしそう自分がどうあるべきかでしかない。そううも思だかからなんか いっぱい舐めてください。ああ、いっぱい舐めてくださいって感じだ。<laughs> や<ば> <laughs> いいですね。ビッグマウス。いや、でも、それ、をめっちゃ、なんか、うん、あの、共感できる時、めっちゃ、あったですね。うん、なんか、いや、ラッパーですね。<laughs> なんか、本当にめっちゃラッパーやなって、普通に <laughs>、し話して,て思ったですね。す,すごいな。 ととこでちょっまあ結構もう一時間ぐらい食べても全然大丈夫全然大丈夫いろいろお話できたと思うんですけどこれからのリリースだったりとかあこれあれですかでもこれ6月あそうですね六月の終わりからねリリースしていこうと思って MV も撮るしはははいいいなんか他のアーティストさんとコラボしてるそれ楽曲とかもこれから作ってるしんかえっ楽しみにして。 てしいですガチで頑張るわみたいもやっぱんか見せたい早くそのんかチーム友達の時とかもやっぱその喜びなんか分かってけどこっちがやっぱ一生懸命こう作ったものチーズとかもいろんな曲もそうだけどだってやっぱいいって言ってもらえるしんか本当に嬉しいですよねそれをだから早くみんなにも見てほしいし聴いてほしいし。 ないやそうでも詳しいリリースまだちょっとあれだけどそうまだ全然大丈夫さい。だけどいっぱい出るから突き進むって感じです今月来月ぐらいかな七月八月ぐらいそうですねうん外にいろいろ出ると思うんでぜひぜひ皆さんシャルルさんの SNSSNS インスタグラムツイッターツイッター TikTok も一応あるけどあんまり無理難しい <laughs> けど頑張る YouTube とかもねあ、YouTube、結構有名曲やってるんで、はい、ぜひぜひ a m ブ w 見てもらってこれからの活動に注目していただけたらなと思います。おという、はい、ことでまた次回のエピソードでお会いしましょう。はい